としたら横浜の屋台骨を背負ってる可能性ありますね。これこういうピッチャーがその順調にこう成長した時はね、はい、これは本当はあのいいピッチャーになって戦力になると思うね。はい、タイガースの3得点はいずれもホームランによるものです。2回にブラゼル36号、そして4回にはリンの第2号。これも打球が伸びていく、入りました。よく飛ぶわボールね。今日の得点はいずれもホームラン。鳥谷2試合連続アーチ。これもちょうど中途半端の高さじゃないかな。今シーズン第13号ソロホームランで4点目、これを打たれたホームラン全てがやっぱり球が甘くなってるよね。はい、この辺りがそのいわゆる決めの細かいコントロールの修正、はい、こういうものがこの小杉には求められるね。それと小山さん、リンのホームランも鳥谷のホームランもいずれもツーアウトランナーなしからなんですよね。そうそうそう、この辺りはね、はい、まあ、多少風にも乗ったかもしれませんが鳥谷も2試合連続アーチ。4対1来ましたが2試合連続アーチの新井、まあ、この1948年から49年2年間に使われたユニフォーム、ダイナマイト打線を象徴すると言われた復刻ユニフォームでの2試合ですが、今日も長打攻勢、3本のホームランで4点を挙げているタイガースです。フォアボールではやっぱり得るものがないというふうによく言われますもんね、うん、だからフォアボールはね誰もアウトにできないから、はい、岩さん、はい、ブラゼルの2回のホームランですけれども、打ったのはカーブと、で久しぶりに気持ちよく振り抜けましたと話してますね。本人気分を良くしているんですね。5試合ホームランから遠ざかっていました。36号先制ツーラン。さあ文句なし、本日2本目。完璧な一打、37号ツーランホームラン、まあ、この辺りがね経験不足というかね、はい、初球あんなもとってちもないボール球を出してくれるバッターなので、ね、にもかかわらず次の球でおそらく真ん中近い球じゃないかな、はい、だからこの辺りは非常にそのコツの大きな反省材料として、はい、そういうものをこれから解消していかなきゃいかんね。そうですね、まあ、にしてもそれをすかさず逃さずに捉えたというタイガース打線、小山さん、やはり破壊力がすごいですね。そうそう、うん、今日の得点はすべてホームランです。ブラゼルが2本、リンが1本、鳥谷が1本、今日2本のホームランで4打点。タイガース今日8本目。5回もマートンと平野が打ち取られてツーアウトランナーなしから鳥谷がソロホームラン、そして新井がフォアボールで歩き、ブラゼルが今日2本目のツーラン、さらに金本もヒット。
く合わせました。金本は三塁へ、城島も二塁へ、城島の一つ一つの動きを見てますと、それから、まあ、表情もですね、含めて小山さん、やっぱりチーム状態が非常にいいんだなというのは実感しますね。そうだね、だからチーム状態の良し悪しというものはね、はい、こういうところでもうはっきり出てくるね。まだ試合は5回なんですが、笑顔はじけます。阪神のヒットの数は2桁10本に乗りました。